こんにちは、つらにぃです。東京にゃったかです。よろしくお願いします。はい、はい、今日はなんか有名な方のライブらしいですね。誰？あ、知らなかった？誰？すごいアーティスト、なんか最近さ、流行りの曲歌ってる人。え、何もしかして。そう、わからんよ、それはもう。登場していただきますか。はい、超絶有名アーティストさーん。あ、最近流行りの北斗さんじゃないですか。ポークマンな。このアーティストのね、ポークマンさん、特徴がありまして、歌が下手なんですよ。おお、それ本人のまぎえつ。本日の企画、絶対に笑ってはいけない歌下手ポークマン。とある課題曲をポークマンに僕らの目の前で歌ってもらって、僕らですね、口に水を含んで1番歌い切るまでに、僕らが水をどっちかが吹いてしまったらまた最初からやり直しです。1番歌い切れるまでやります。そんな下手くそじゃないよ俺。いやーね、もうすごいですから。というわけで今回ポークマンさんにはですね、もう最近流行りの曲、エイトさんの香水歌ってもらおうと思います。おー、ちなみに香水は聞いたことあるね、ちゃんと。あ、聞いたことあるよ。あー、よかったよかった。あの、チョコレートプラネットさんがあのやってた。そっちが本家みたいな。なんで2000万。というわけでやっていくんですけど、はいはい、まあ一つ難点がありまして、この人めっちゃすぐ笑います。ツボがめちゃくちゃ浅い。これ笑わないやん。いや、どっちが原因で。こっちが原因だ。こっちが原因だろ。え、うまくいきはいきほど、あれでしょ、ミュージックビデオもあるってことでしょ。暗い部屋の椅子に座って、お腹にって言ってるポークマンが。え、お腹な。え、お腹じゃないか。いや、お腹に笑すぎる。ちょ、うるさくないこの部屋。では、よろしくお願いします。早速お願いしてもいいですか。はい、行きます。夜中に夜中に負けた。じゃあ本気でなってんの俺は。これやばいよ。まあ、まずね、もう休まずに行こう。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのって LINE。 歌詞違うよ。じゃあ歌詞は何てんの。自分で聞きながら歌ってるんだもん。いつ空いてるのって LINE。 だから LINE じゃないんだ。 LINE するじゃないの。 LINE するだと思ったの。うん、違う LINE。 あ、そうなんだ。狙っとるって。じゃあ狙っとらんの。まず真剣にやってくれ。まず真剣にやろう。ほんと真剣。真剣だよ。夜中にいきなりさ、いつが言ってるのってライン。君とはもう年くらい。あー、ええ。ライン？ライン。ラインって上がるのよ。歌ってるとどうしても高くなっちゃうの。もう一回。はい。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン。君とはもう3年くらい。ちょっと待って、これダメだ。ダメだ、ルール変更。片方笑っても続けよう。もうダメだ、終わんないわ。終わんないよ。ダメだ、ちょっと気に抜いたらダメ。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン。君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてたよ。二人笑う。ちゃんと歌っとったのに笑うな。生きる気がしてたお。もう泣けてきた俺も。俺の方が先笑っちゃって今の。ほんと申し訳ない。悪いよそういうとこ。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン。君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの。あの頃
僕たちはさ何でもできる気がしてたよ。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&カッパーナのその香水のせいだよ。いけました。フォークマンのお箱なんかあります？最近だとヒゲダンのイエスタデイっていう曲。あ、じゃあフォークマンのお箱見てこれも笑わずに終わりましょう、はい、じゃあイエスタデイのサビ歌います。いきますよ。遥か先へ進む